今日はねママとハルオくんからスタートなんですけれども、うん、で今回はおさきちゃんに検証していきたいと思います。今からおさきちゃんにメイクポーチの中身紹介をしてもらうんですけど、おさきちゃんの口癖って結構言うんですよ。紹介すると結構って言う。そう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 。でも自分では多分気づいてないと思うんですよ、うん、商品紹介の時に口癖のを何回言ったかママとハルオで予想して勝負していきたいと思います、はい、で負けた方は罰ゲームです。特製ドリンク？特製ドリンクでいい？じゃあ特取りで。何特取りってお願いします。俺はもう決まったよ。じゃあどうぞ。一緒に言わないと考えちゃうから。そう、じゃあいくよ。いっせーのーせ。41回。絶対少ない、絶対少ない。いいのいいの、負けるよで、マジで変えた方がいいよ。どうする、変える？うん、変えます。変えるんだね28。わかった。じゃあ今は41。近かった人が8ですね。28と41。もしピタリ賞だったらボクちゃんに罰ゲームやってもらうことにしましょう、勝手にはい、皆さんこんにちは、おさきです。今回はメイクポーチの中身を紹介していきたいと思います。はい、ということで最近新しく買ったものもあるし、メイクポーチねあんまり紹介してこなかったので、ちょっと今回は皆さんにお見せしたいと思います。それではどうぞ。まず私が使ってるポーチはじゃじゃーん、こちらです。クロミちゃんのポーチなんですけど、私のお小遣いで買ったポーチで、これずっと買うか迷ってたんですよね。でもこのデザインがめっちゃタイプすぎてめっちゃ愛用してます。でしかも私今まではこういう感じの大きいポーチじゃなくて、こういう感じのねポーチに本当にちょっとだけ入れてる感じだったんですけど、最近事務所での撮影とかも増えてきたので、この中に入れて事務所でも直せるようにしてます。まず1つ目、じゃじゃん、こちらねメイクポーチなんですけど、ケープも入れてます。私結構アホ毛がピョンピョンしちゃうんですよ。だからちょっとこのケープは本当欠かせないですね。あと巻いた時もすぐ巻きが取れちゃうので、もうずっとケープしてます。でしかもこのねちっちゃいサイズなので、このポーチにも普通に入るのでね、めっちゃ便利です。続いてこちらですね、ラロッシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップローズですね。これ化粧下地なんですけど、本当にこれおすすめ。伸びるんですよ、ちょっとしか使ってなくても。なので本当にこれおすすめ、ずっと使ってます、リピートして。結構下地って消費するので、ママとも一緒に使ってるので、いつもより大容量の下地にしました。マジでこれおすすめです。続いてじゃん、こちらはカラコンですね。ほんとねこれもめっちゃ愛用してるの、カンナロゼのベージュブラウンって色ですね。これ使ってます。もうほんとにこれずっとリピートしてる、めっちゃおすすめ。たまにねカラコンとか痛くなったりする時があるので、この替え用にちょっと一応3個、これ同割りなんですけど 1.5 マイナス 1.5 使ってます。続いてじゃん、エチュードハウスルドルフプレイカラーアイシャドウミニトナカイですね。これはみなみちゃんからもらいました。ほんとこれずっと使ってるんですよね。で手についたアイシャドウとかをこのトナカイで拭いてしまって、ちょっと中心部分がピンク色なんですけど、もうこのラメの色とかマジでもうなくなっちゃってて、そんぐらいもうずっと使ってますね。もうめっちゃお気に入り。続いてこちら、じゃじゃん、こちらはメルプチの誕生日サプライズみたいなしてもらったんですけど、その時にもらったアイシャドウです。これすごくない？いろんな方向でね、なんか見えてるものが違うんですよね。これもすごい面白い。でこんな感じでちょっとブラウンベースのアイシャドウなんですけど、このアイシャドウもらってからね最近ベージュメイクにハマってます。続いてじゃじゃん、こちらクイックフィニッシュクッションコンパクトミディアムファンデーション、これめっちゃいいね。カバー力がすごいあって、ファンデーションも落ちづらいのでめっちゃおすすめです。しかもね私リキッドファンデーションとかがすごい塗りづらくて、個人的に
あのマックにもこのクッションタイプあったので買ってもらいました、ママに。めっちゃお気に入り。でもあのマックのこのあのスポンジなくしてしまって、今ジルスチュアートのパフ使ってます。ほんとね、なんかチップとかもうすぐなくしちゃうの。続いてこちら、ナーズライトリフレクティングセッティングパウダープレスト N ですね。ほんとにこれめっちゃいい。あの今まで使ってきた中でマジでこれ一番いいと思う。あのパウダーってなんか粉のタイプが結構多いと思うんですけど、こんな感じであの硬い感じなんですよ。だからすごい塗りやすいし、こんな感じなんですよ。こんな感じであのラメがちょっと入ってるので、ちょっとキラキラ感も増してめっちゃ可愛くなるんですよね。しかも結構控えめな感じなので、あの化粧がねナチュラルめになるのでめっちゃいい。あの透明感も増します。でこれはねママと一緒に使ってます。続いてじゃじゃん、モテマスカラブラウンですね。これはねすごいみんなおすすめしてて気になって買ってみたんですけど、これめっちゃ良かった。こういう感じでみずみずしい感じなんですよ。もう一塗りしただけでもすぐつくって感じなのでめっちゃおすすめです。あの今までなんかブラックしか使ってなかったんですけど、あのブラウンねめっちゃいいですね。あの目元の印象を抑えるっていうか、あのナチュラルになるので本当これおすすめです、ブラウン。続いてじゃじゃん、こちらはカラコンケースですね。ずっとカラコンしてるのもちょっと目に良くないので、あんまりちょっと目が疲れてきたなみたいな時はカラコンしまってます。続いてこちら、ケイトダブルラインエキスパート LB1 極薄ブラウンですね。これはあの涙袋を描いたり二重幅のダブルライン描いたりするライナーなんですけど、これもねほんとずっと使ってますね。リピートしてます。ほんとこんな感じでめっちゃ薄いので、あの涙袋も強くなんないので、失敗してもすぐ取れるし、だからすっごいこれおすすめ。続いてこちらはママから勝手に奪ってきたやつです。キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ04ナチュラルブラウンですね。これ眉マスカラなんですけど、結構私眉毛が濃いのでちょっと塗るだけで結構眉毛の印象を抑えられるので使ってます最近。続いてこちらじゃじゃん、でビューラーですね。あのビューラーはねめっちゃ使いますね。ビューラーするだけで全然ね、あの目元の印象変わってくるので、ちょっとまつ毛下がってきちゃったなって時とかはビューラーしてます。続いて、あもう終わりですね。こちらバラバラになったゴムです。これはねあのゴム入れとくだけで全然便利さが違いますね。あで、あチップ2個も入ってました。アイシャドウチップ見つけました。あと髪の毛のピンですねという感じでした。ということでね、あの今紹介した化粧品とかはロフトとかプラザとかで買ってるものがほとんどなので、ぜひねこの中で気になったものあればチェックしてみてください。ということで終わりたいと思います。ということで撮影は続いております。え、どういうこと。今回は検証していました。イエーイ。この撮影の時に。はい。え？あし。え？どういうこと？困惑。困惑ですよね。え？どういうこと？何の検証かと申しますと、お先がメイクの紹介中にあの何回言うか。あの？あのあのあのえ？どういうこと？あの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 そのそのあのあのあのを何回言うか。口癖なんですよ。確かに、はい、言うかも。もう事前にハロー君とママは予想してるんで数字を、うん、今からちょっと動画を見て数えていきたいと思います。はいはい、はい、結果が出ました。はい、お願いお願いお願い。予想何回言ったと思う、自分的に。あのって15。ハロー君は28回って予想したんですよ。でママは41回かな。そんな言ってるわけないじゃんっていう予想をしたんですね。はい、そりゃないな。はい、じゃあ結果発表いきます。じゃん、45回。え言い過ぎ。えマジやばくない？あれっていうことで、罰ゲーム決定です。得取りですね。これあのピタリ賞だったらおさきちゃんが罰ゲームということで。うわ、よかった
お待たせいたしました。じゃじゃん、特製ドリンクです。お飲みください。私のせいでこんなことになってしまってごめんね。あの言い過ぎ。匂いが。なんかちょっと混ぜないんだけど。いけいけ飲め。こんなこんなしいよこれ。こんなこんなしいよ。え、水すっくな。一気に飲んでじゃ。お、あれ？あ、ちょ、あ、開かない。やばいやばい。吐くこの人。粉が喉につ。詰まった。めっちゃ粉がある。おー、あれなんかちょっと、え、あ、やばい。地味に苦しがってる。地味に苦しんでます。やばい、赤赤赤赤。ダメダメ、吐いちゃダメ。よっしゃということでね、密かにこんな検証していました。なんか、あのーとか、なんかとか、なんかね、もうみんなこれさ、意識してさ、そう、あのーって聞いちゃうんじゃない。ちょっと、あのーカウントダウン隊。ぜひ入ってください。はい、お願いします。はい、ハルオくんのもぜひ数えてあげてください。はい、ハルオくんの口癖なんだろうね。僕のハルくんの部屋を見て、見たらわかるので、概要欄にハルくんの部屋貼っておくので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、笑い方おばさんじゃん。私の口癖は私の口癖はでした。あの、これからはね、言っちゃう言っちゃう。言ってる言ってる。バツってるでしょ。これからは言わないように、あの、気をつけないと思います。ダメだ、言っちゃう。ということで、終わりたいと思います。この動画、いいと思ったらコメント、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 お願いします。バイバーイ。おー、お願いします。おー、お願いします。